お疲れ様でした。任務完了です。直ちに本部に帰還してください。そこの2年生の僕ちゃん、朝霧玲子を探しているんならいつものように保健室みたいよ。どこかで転んだんなら、そこに赤チンがありますから。あら、ご心配おかけしました。私、生まれつき体が弱いもので、激しい運動をしたりするとすぐフラフラ倒れちゃうんです。ですので、あまり気にしなくてもいいんですよ。少し寝てればすぐ元通りになりますから。お疲れ様でした。先輩の指揮、お見事でしたね。そんなことないですよ、先輩。先輩のおかげで勝てたんですから、男の子らしく自信を持ってください。くよくよしたり泣いたりするの、なんだか女の子みたいで嫌ですから。それはそうなんですけどね。あ、先輩、私に何か用事ですか？私はいつも元気ですから。先輩の方こそたまには休んでください。あ、先大丈夫。職員室から特別委員の人に連絡します。特別委員の人たちは大至急指定の場所に集合してください。繰り返します。特別委員の人たちは大至急指定の場所に集合してください。
よく来てくれた諸君。インベーダーの新たな動きが判明した。奴らの次なる目標は世界最大級の自立鉄塔東京タワーだ。諸君らも知っての通り、東京タワーは関東全域にラジオ、テレビなどの電波を送る巨大な送信基地でもある。奴らはこの東京タワーを占拠し、関東一円に人間の脳を破壊する恐怖の殺人電波を流すつもりなのだ。ひどい。みんなが楽しみにしてるラジオやテレビを殺人マシンに変えてしまうだなんて。インベーダー、絶対に許せない。待ってください、新しい情報です。すでに敵は殺人電波の発信装置を東京タワーに取り付け終了。今まさに装置を動かそうとしています。時間がありません、急いでください。戦いが長引くと殺人電波が発信されてしまいます。敵の動きは予想外に早かったか。直ちに発信してくれたまえ。何としても東京タワーを守り抜くのだ。出撃せよ、ゲートキーパーズ。